FC シャフタールドネツクは、ウクライナの都市、ドネツクを本拠地とするプロサッカークラブである。ウクライナプレミアリーグでは1996から97シーズンから2019から20シーズンまで24シーズン連続で2位以内につけている強豪クラブ。ウクライナ随一の大富豪、リナとアフメトフの積極的な資金投資により、現在、東欧で、 最も資金力のあるチームとして知られている。f c ディナモ・キエフとの対戦は、ウクライナ・ダービーと呼ばれる。なお、ドネツクはロシア語人口が多いため、ロシア語名による、シャフチョールの故障も一般的である。クラブの公式ロゴには、と書かれている。正しくは、であるが、ロシア語では、お、と書くことが一般的であるため、このようになっている。1937年。 クラブ創設当時の選手ウクライナがソビエト連邦の一部であった1936年に創設された。ドネツクは以前からドネツタンデンで潤う都市であるがチーム名のシャフタールは甲府、炭鉱、鉱山労働者のことである。旧ソ連リーグ時代には1961年1962年とカップ戦で連覇を果たした。その後も1980年。 1983年とカップ戦で優勝した。ソビエト連邦の崩壊とウクライナの独立に伴い、1992年よりウクライナプレミアリーグが発足すると参加し、ウクライナの大富豪、リナとアフメトフの積極的なクラブ投資により、近年力をつけ、2001から02シーズンで FC、ディナムキエフの10連覇を阻止し、リーグ戦初優勝を果たした。 2005年、2006年にはリーグ連覇を果たしている。2009年にはウクライナ勢として初めて UEFA カップ優勝を達成。2010年 UEFA チャンピオンズリーグではアーセナルを抑えてグループリーグを首位通過し、ウクライナのクラブとしては2チーム目のベスト16進出。決勝トーナメント1回戦では AS ローマを破り、 クラブ史上初のベスト8進出。屈強な守備陣とジャジソン、ウィリアン、ルイス・アドリアーノらを擁したテクニカルな攻撃陣は CL の舞台でも大いに威力を発揮した。1999年に開いたサッカー教室で多くの子供たちを集めているなど未来の人材育成にも力を入れている。ドネツクはウクライナ随一の産業地帯であり、その財力をもとに シャフタールドネツクは旧ソビエト連邦諸国のみではなくブラジル等から有力選手を確保している。最近ではギリシャのオリンピアコスからメキシコ代表のネリー・カスティージョ、イタリアのリボルノからクリスティアーノ・ルカレッリを獲得するなど豊富な資金力を武器に遺跡市場で活発的な動きを見せている。2014年ロシアとのウクライナ東部紛争の影響でホームスタジアムを ドンバスアリーナから一時的に、デアリーナリビューに移転した。2017年の冬以降は、メタリストスタジアムを、ホームスタジアムとしている。近年では、ブラジル人選手の発掘に長けており、ウィリアンを、アンジマハチカラに、ルイスアドリアーノを AC、AC ミランに、フェルナンジーニョをマンチェスターシティに、ドーグラス・コスタを、バイエルン・ミュンヘンに、フェルナンドを、 UC サンプドリアにそれぞれ高額な遺跡金で売却している。ピアトフ30ドド98クリフツオフ4、マトビエンコ22イスマイリー31ステパネンコ、6パトリキ二21テテ14マルロス11、ダイソン7モライス10。ありがとうございます。